はい、こんにちは、石川正義です。今回はですね、クリスマスの定番ケーキのブッシュドノエルをね、できるだけ簡単に作っていこうと思います。では材料から見ていきましょう。ではまずは生地の材料からですね。全卵、卵黄で、グラニュー糖、薄力粉、コーンスターチ、ベーキングパウダー、無塩バターですね。で今回卵黄を多くすることで少しねリッチな生地にしていきます。でこちらが中にね巻いたり外にね飾ったりするシャンティクリームの材料ですね。生クリーム今回は 35% を使っていきます。でグラニュー糖、バニラペースト、粉ゼラチン、水ですね。で今回ですね、この生クリーム 35% これをできるだけ分離させないためにゼラチンを入れていきます。ではね、シャンティに入れるゼラチンですね、これをふやかしておきます。ゼラチンに水を入れて少しね、よくかき混ぜておきます。これね、しっかりと混ぜてゼラチンにね水を行き渡らせないとしっかりとねふやけてくれないんで、で混ざったらこのまま冷蔵庫で保管してふやかしていきます。そしたらですね、ボウルに全卵と卵黄ですね、これを入れていきます。ではね、この卵黄を潰して少しね溶きほぐしていきます。だいたい溶きほぐせたらここにグラニュー糖を入れていきます。でグラニュー糖がね、この中に混ざったら、今の時点でね、溶けてなくても全然大丈夫なので、これを湯煎につけて、この卵の液を温めていきます。そしたらですね、この湯煎でこの卵液を温めていきます。これ温めてね、この卵が泡立ちやすい状態にしていきます。今ね、こうプリッとした状態なんですけども、だんだんとね温めていくと卵がサラサラの状態になってきます。で大体ね、温度としては、まあ、40度から50度の間、大体お風呂の温度ぐらいまであったかくなるまで混ぜていきます。でこの時はですね、こう泡立てる必要はなくて、ただねかき混ぜてたらいいですね。このままね置いて放置しとくと、ボウルのね、底から温まって、卵がね、卵焼きになってしまうので、かき混ぜるのは絶えずかき混ぜておきます。だいたいね、これで45度ぐらい今なってます。かなりね、こうさらーっと卵が落ちる感じになるんですよね。これで泡立ちやすくなったので、これをね、火から下ろして泡立てていきます。そしたらね、泡立てを始める前に、後でね、混ぜ込むバターですね。これをね、できるだけ熱い状態に溶かしておきます。そしたらですね、この卵液を泡立てていきます。どれぐらい泡だったかちょっと見ましょうかね。ちょっと8の字が今書ききれないぐらいですかね。これがね、8の字がしっかりと書けるぐらいまで泡立っていきます。しっかりと8の字書けてますよね。ここまでしっかり立ててもらって大丈夫です。ではね、ここに粉をふるい入れていきます。薄力粉で、コーンスターチですね、で、ベーキングパウダーで、これを少しね表面
全体に広げるように振っていきます。でこれをね混ぜていきます。これ混ぜるときはねホイッパーでちょっとねこう優しく手を動かすのでゆっくりでいいので下から上にで生地をもう重力で落とす感じですね。で粉がね見えなくなれば OK です。で次はホイッパーからゴムベラに変えていきます。ではね熱々に熱したバターをできるだけね広げて表面全体に散らしていきます。ではねこれを混ぜていきます。バターがねどうしても下の方に沈んでいってしまうのでそれをね上に引き上げていく、そんな感じですね。でボウルの底にバターがいなくなればもう混ぜるのをやめていきます。四隅をねちょっと切り込み入れた紙を型に敷いていきます。で流していきます。で最後ね取った生地はちょっと隅の方に置いておきます。でちょっとなじませておきます。ではね、最初、四隅に全体に生地を入れていきます。で、今ね、なんとなく平らになっているので、これをね、きれいに平らにしていきます。一箇所ですね、同じところを混ぜる感じで。そしたらね、釜に入れる前に、一度ね、落として、この大きい気泡を潰してあげてオーブンに入れていきます。170度で11分から12分ぐらい焼いていきます。そしたらねこれ焼き上がったらすぐにですね高いとこから落としてですね中の熱い空気を落としていきます。しっかりと落としてそしたらね紙をかぶせて冷まして余分な水分が飛んでいかない乾燥しにくくなるようにしていきます。この状態で冷ましていきます。そしたらですねクリームを合わせていきますね。まずしっかりとふやかしたゼラチングラニュー糖ですね。でバニラペーストでそこに生クリーム少しですね元の生クリームの1割か2割ぐらいこっちに入れていただいてでこれをレンジで温めてでゼラチンをね溶かしていきます。はい温まってねゼラチンが溶けてる状態ですね。この状態まで温まったら OK です。ではね、温まったこちらの液を元の生クリームに入れていきます。で、これをね、混ぜていきます。ここでね、ちゃんと混ぜてないと、先ほどの溶かしたゼラチンが、そのね、ゼラチンのまままた固まってしまうんで、しっかりとね、この生クリームの中に分散させていきます。では、これを冷蔵庫で冷やして、固まったその後に泡立てて使っていきます。はい、ではね、ゼラチンがしっかり効いてね、ちょっとボヨンボヨンに固まってます。これを泡立てていきます。これくらいね、ふわっとしてきたら、あとはね、使う分を一部だけ固く混ぜていきます。ちょっとね、ツヤがなくなって、でしっかりとね、角が立っている状態がありますよね。これぐらいまで混ぜていきます。
で、このね、固く泡立てたところでロールを巻いていきたいと思います。そしたらですね、ロール巻いていくんですけども、これね、焼いた生地がもしね、この表面が固く、焼きすぎてて固くなってたりとかですね、したらですね、もうこれを内側にして巻いていけばいいです。もしね、これが柔らかくてしっかりと巻けるようでしたら、これを外側にして巻いていきます。そしたらね、ここの真ん中に生クリーム、先ほど固く泡立てたやつですね、これを乗せて、でこれをね、広げていきます。まずは左右に広げて、こう側と、多少ね、こう左右のバランスが悪くても後でね、修正できますんで大丈夫ですね。ではね、これ巻いていきます。芯を作るためにちょっとね、生地を高く持ち上げて、それをこう折りたたんでね、ね、ここでしっかりとくっつけてあげる。そしたら芯ができたら、これをね、もうちょっと高く持ち上げて、でこれを少し下に下ろしながら巻いていくね。でもうある程度できたら、これをここ側に巻いていく。でポッとなるところですね。ちょっとこれね、髪が短かったんで、ちょっとこっちに寄せますけども、今ね、こんな感じになってますけども、これをね、成形していきます。こんな感じで物差しでもいいので当ててもらって、これをね、自分の方、手前の方に引いていきます。ここでね、左右のバランスとかね、をきれいにしていきます。髪がね、しっかり張ってきれいな筒状に切ったらね、であとはね、ここの端っこにクリームがね、詰まってない部分があるので、ここをしっかりとクリーム詰めて、ね、それができたら、ここにね、しっかりと形作ってあげて、でこれを巻き込んであげますね。巻き込んであげて、でこの状態で冷蔵庫で少し保管して、この形になるように置いておきます。ではね、しばらく冷やして、形がね、整ったロールケーキを移していきます。まな板ですね、この上で仕上げていきます。ではね、ここ後で絞っていくんですけども、そのね、クリームがくっつきやすいようにちょっとね、下地を塗っておきます。でね、もうこの感じで仕上げていきたい人はですね、もうこれを塗ってるクリームをもっとね、分厚めに塗って、でこのままこのヘラで伸ばしてもらって、こういう質感で仕上げてもらっても大丈夫です。ではね、今日はここに絞り袋で絞って飾っていきたいと思います。あとはね、切り株的に少し大きく絞っていきます。そしたらね、切っていきます。包丁を温めて、はい、いただきます。これはうまいでしょ。
これはね、もう好きな人しかいないんじゃないですかね。もう嫌いな人いないと思いますよ、うん、すぐだ、はあ、うまい。クリスマスにケーキ作る人って生クリームの取り扱いで、ね、結構苦労する人がいると思うんですよ。今回ね、このゼラチン入れたクリームで作ると結構こう泡立てても、 もう分離する気配すらないんですよね。でこれでね、生クリーム使ってショートケーキですねを作ってもらってもいいし、こういうね後ろの色で作ってもらってもいいのかなと思うので、いろんなねメニューに挑戦してもらえたらいいかなと思います。ではね、また次の動画でお会いしましょう。石川雅義でした。バイバーイ。